今回は、寂れた神社を参拝してから悪夢が止まらない、という話を紹介します。ではどうぞ。現在進行形の話のためオチはないです。職場の近くに開かずの神社があります。お寺の敷地内にある神社で、神社とお寺の入り口は別々になっていて、お寺の門と神社の鳥居が、横に並んでいる形なんですが、お寺は普通に開いてるのにもかかわらず、神社の方は鳥居の下に門が取り付けられてて、なぜかいつも閉まっています。家とは反対方向だから、しょっちゅうは通らないんだけど、たまに前を通る時には妙に目に入ってくるのです。バスに乗って下向いてスマホいじってても、なぜかハッとして顔を上げると、ちょうど神社を通り過ぎるところ、ということがよくあります。なんで閉まってるんだろう、って気になってたんですが、なかなか機会がなくて前を通るだけでした。3年ほど前に一度だけ行けたことがありましたが、それっきりずっと行っていない状態が続きました。それで、ここ1ヶ月くらい前から、ウォーキングを始めたんですが、そのコースの途中にその神社の前を通るもので、休憩がてら立ち寄ってみました。神社はお寺の敷地と繋がってて、門こそ閉まっているけれど、お寺側からなら自由に入れるし、お坊さんも何も言いませんでした。神社は草が生えたりしてて、お寺ほど綺麗ではありませんでしたが、掃除はされているようでした。で、いざお参りしようとしたら、鈴がない。色あせた紅白の紐はぶら下がってるんだけど、鈴はないんです。でもせっかくここまで来たんだから、と、鈴はなしで。前を通るたびに気になってました。今日ここに来れて嬉しいです。と手を合わせて、ご挨拶だけしてきました。その後、境内をちょっと見てきましたが、奉納されてるものを見ると、10年くらい前までは普通に開いてて、近所の人が参拝に来てたみたいでした。帰るとき、寺の門を出ようとすると、急に大きな雨粒が落ちてきました。夕立というよりゲリラ豪雨で、慌てて入り口に近い、神社の軒先に避難させてもらいました。ゲリラ豪雨だからか、空の半分は晴れてて変な気分。近くには雨宿りできそうな場所は全くなかったので、もしお参りに来ていなかったら、びしょ濡れになってたと思います。神様に助けてもらったのかも、とほっこりした気分で帰宅しました。ここまでは、まあ、何の害もない話。神社に寄るようになってから、妙に怖い夢を見るようになりました。夢なんてここ数年めったに見なかったのに、夢の内容はどれもリアルな感覚があって、覚えている夢を全部書いていきます。誰かにどこかに連れて行かれそうになって、嫌だ、行かない、と断って目が覚めます。棺に入れられて火葬場の炉に入れられて、そのまま誰かに連れて行かれそうになって断る。ホラーゲームばりの、お化けの巣窟とかした学校の教室から、見回りのために廊下に出ようと言われて断る。どこかの部屋に閉じ込められてて、窓やドアをバンバンと叩く怖いものが外にいて、それから逃げるために外に出ようと言われて断る。怖い何かに探されてて、見つからないように必死で隠れているのに、足元に外から大量の血が浸水してきて、外には怖いものが待ち構えているのに、出れば助かると言われて断る。何かのホラーイベントをしていて、ここは危険だから出よう、と言われるけど、これはあくまでイベントだから、と言って断る。カフェかレストランみたいな場所で、昔ちょっと好きだった先輩に、外に面白いものがあるよ、と勧められるも断る。賑やかにお祭りをしている村から、誰かに星を見ようと誘われて、外に出ようとするけど断る。などなど。今日なんかは、山の中にある綺麗な泉を見に行こうと誘われて、木々の緑の美しさに心惹かれて山に入りかけるも、近くにあった池の魚に気を取られたおかげで、我に返って断れました。誘ってくる誰かは、知っている人だったり知らない人だったりいろいろ、顔が見えない時もあります。夢の中では、何か知らないけど怖いから断らなきゃ、と思って必死で断っています。神社に寄った日は夢の表現はマイルドで、寄らずに前を通っただけの日は、夢の表現が R18G、グロテスクな表現、に、ウォーキングに行かなかったり、別のコースの日は、R18G の状態から、美しい場所に誘われるパターンが多いです。ただの夢だといえば夢なんだけど、同じようなものばかりで気味が悪いし、R18G の夢は怖い。私は一体、何の誘いを断っているんでしょうか。とりあえず、絶対に誘いに乗るつもりはないです。その神社は閉まってる理由があったのに、入っちゃったから見入られたんじゃないのかな。もともと神社にいた存在かもしれないし、人気がなくなってからやってきた存在かもしれない。神社に訪れた経緯も含めて、同じ敷地内のお寺の人に相談した方がいいと思う。じゃないと、連れて行かれそう。脅してるわけではなく、これが一番しっくりくると考えられる理由なので、怖がらせちゃったらごめんなさい。そこのお寺で事情話してみたら、同じ内容の夢を繰り返し見るって、多分だけど意味があると思うよ。
お住まいの地域の氏神様か、一宮様にお参りして、ご加護を願われることを強くお勧めいたします。ご祈祷を受けられるのもよろしいかと存じます。神社に近づくと夢を見るのに、神社の隣まで行って話をしてこいって結構きつそう。どの道すでに、道、縁、が作られちゃってるんだから、原因と対策を聞きに行った方がいいでしょ。まだ隣にご住職いてよかったよ。山奥の神主不在な神社で同じことが起きると厄介だ。迂闊に閉じられた、管理されてない神社を拝むもんじゃない。神社好きなら興味を持つのは当たり前で、その好奇心を、神様にお呼ばれした、と吐き違えがち。悪いものに見られた可能性も考えないとね。皆さん、アドバイスありがとうございます。やっぱり悪夢の原因は、神社と考える方が多いみたいですね。神様や人でないものに気に入られてるのかも、なんて思い上がっちゃいけない。もし神様じゃなくて、他のものや、ただの自分の妄想だったら、神様に失礼じゃないか、と自分に言い聞かせていたのですが、夢があまりに続くので、気になって投稿しました。住職さんに話を聞こうとしているのですが、時期が時期だからか、行っても法要の真っ最中だったり、不在だったりすることが多く、なかなか会えません。対策として、家でたまたま同じ神様を神棚にお祭りしていたので、毎日神棚に手を合わせています。昨日はその神社の総本山で、受けてきたお守りを近くに置いて寝たら、怖い夢も何も見ずに目が覚めました。ただ、ちゃんと断った、という感覚だけが残っています。しばらくこれで乗り切ろうと思います。馴染みのある神様だと思って、つい親近感を持って、閉じた神社なのに入ってしまったのがいけなかったんでしょうね。以下、後日談。少し変化があったので報告に来ました。前すれで開かずの神社に関わって以来、悪夢を見ていると書いたものです。あの後、小さい頃からよくもう出ている、地元の神社に行ってきました。その日の朝、目覚める直前に誰かが背中にそっと、手を当てているような感覚がありました。金縛りみたいなものか?と思いましたが悪い感じではなく、ただ手の感触が妙にリアルだったことと、人ではなくてもっと小さなものの手のようだったことを覚えています。その氏神神社も、霊の開かずの神社も、偶然同じ動物を神祀としており、その動物の手が触れたら、ちょうどこんな感じだろうと思いました。ともかく、その氏神神社にお参りすれば、大丈夫だという確信があったので、手は氏神神社においでという意味だろうと、勝手に解釈していきました。そうでも思わないと怖かったものですから、ありがたいことに、氏神神社に着くまで、一度も信号に引っかかることもなく、驚くほどすんなり到着しました。その神社で、どうか悪いものに引き込まれないようお守りください。それからあの神社が、いっそ廃車なら廃車でもいいので、いい方向に向かいますように、とお祈りしてきました。廃神社なら廃神社でも、というのは、実は、開かずの神社は、3年前に私が初めて行った頃には、夜には真っ暗で、境内も全く掃除がなされていない状態でした。その時にお坊さんが、私が神社に来たのを見て、びっくりした顔をなさっていて、多分、人が来るとは思っておられなかったのでしょう。その後に前を通ったら、夜にはちゃんと蛍光灯がつくようになり、ウォーキングを始めた頃には、掃除もある程度されるようになっていた、という経緯があります。ひょっとしたら、私以外にも参拝客がいたのかもしれませんが、今のところ神社で一度も、私以外の参拝客を見たことがありません。例えば、お賽銭を入れた時の音からして、賽銭箱の中身は、全く回収されていないような状態で、おそらくお寺さんの方は、神社に触らない方針なんだと思います。後継者とか権利とか金銭の関係で、触れないのかもしれません。こんな経緯があったものですから、まるで眠ろうとしていたものを、私が起こしてしまったような気がして、身勝手ながらお願いした次第です。氏神神社に参拝に行き、お守りも受けてきてから、一旦夢は見なくなりました。お盆休みで開かずの神社どころか、ウォーキングにすら行かない日もあったんですが、夢を見ないか、見ても関係なさそうな普通の夢ばかり。しかし時々、あれっと思う夢があって、なんというか、怖いタイプの夢はぐっと減ったのですが、恋愛描写に近いような夢が増えてきたんです。誰か見知らぬ男性が、デートに誘ってきたり、断りました。寝ているところに、キスしようとしてきたり、払いのけました。筆で書かれた手紙が、山のように来たり、達筆すぎて読めません。そういう夢は、あの怖い夢のような血のような赤が、必ずどこかに出てくるのですぐわかります。今日の夢では、白い服を着た女性が、ストーカーには気をつけてね、と忠告をくれました。その直後に不審な男性がやってきて、あなたのファンです、と言って、花束と小さな箱を押し付けて去っていきました。私はただの一般人です。箱を開けると中身は銀色の蛇の指輪でした。
私は少し前に、お気に入りの蛇モチーフの指輪を、現実でなくしてしまっていて、同じような指輪を探していたのですが、渡された指輪は、普通の指輪の大きさよりもかなり大きく、蛇が7、8周は指に巻きつくようなデザインで、指の付け根から次の関節まで覆ってしまうような、それくらいの大きさです。蛇は好きですが、この指輪はなんとなく怖かったので、まだその場にいた白い服の女性に、何かあったらお願いします、と頼んでおいてから、試しに左手にはめてみました。人差し指ははまらず、中指は少しきついけど入る。おそらくですが、もっと細い薬指にはぴったりでしょうけども、怖いのではめずにすぐに中指から外しました。よく見ると、指輪は表側こそ綺麗な銀色でしたが、腹の側は真っ赤に塗られていて、血が滲み出たような色をしており、蛇の大きな目も真っ赤でした。思わず、赤かがち、という言葉が、脳裏に浮かんでしまったほどです。指輪を箱にしまって、女性に、無理です、と言うと、そうよねー、と頷いてくれて、目が覚めました。開かずの神社の祭神も神祠も蛇ではありませんが、蛇に何かあるのか、それとも単に蛇の指輪を探していたからか。この休みが終わったら、またウォーキングに行くことになりますが、開かずの神社に行って、改めてお断りしてきた方がいいのか、執着が収まるまで、もう少し待った方がいいのか、今少し悩んでいるところです。心境的にはもう近寄りたくないくらいなんですけどね、最初は静かで雰囲気のいい神社だと思ったんですが。いやいや、だからなんでそこのお寺で、話を聞いてもらわないの？何度か行こうとしているんですが、ご住職が不在か法への真っ最中かなんです。そこのお寺はホームページもないし、電話帳にも載っていなくてアポも取れない。何よりも開かずの神社のすぐ横なので、あまり近寄りたくないんです。氏神神社や他のところにお参りに行ったら、徐々に収まってきているので、外堀から埋めていって、直接退治せずに済むなら、そちらの方がありがたいなとも思っています。お盆シーズンは忙しいよね。ただあまりあっちの世界に、入れ込まない方がいいよ。夢だって大半が自分の思い込みだから。何でも霊的なもんのせいにしたら、自分で作り出した深淵に飲まれる、知人がそうでした。オカルトって、現実と切り離して楽しむ娯楽作品だと思うよ。全くもってそう思います。実際の害は悪夢を続けて見ているだけなので。それさえ収まって、それ以外の実害が出なければそれでいいんです。あとは神社に近づかなければ、大丈夫になりつつあるので、自分の思い込みにしろ実際に何かがあるにしろ、隣のお寺に近づいて、ことを大きくしたくないんです。ことを大きくって、そこの神社に行ったのが、ことの発端でしょ？甘いふりしてて連れて行こうとするって、つまり以前より悪化してるってわかってる？単なる夢、みたいなこと言ってるけど、普通の夢と違う危機感を抱いたから、ここに書き込んだのではなかったの？向こうの思うつぼやん。あなたが誰かに話さずにはいられないほど、すでに心を奪われてることに、気づいた方がいいよ。本気で自分から切り離さないと、マジで思うつぼだよ。相変わらず良くないものに、誘われてはいるけれども、守りも入ってきている、という感じですね。白い服の女性、氏神神社に参拝したおかげでしょう。いただいたお守りは、肌身離さず身につけていてくださいね。あと、氏神さんには一回と言わず、何度でも、できれば毎日、参拝された方が、よろしいかと思います。それとご先祖様に祈ってみてください。私にできるアドバイスは、これぐらいが精一杯なので、ちょっともどかしいです。経験上言えることは、神社とか夢とか一切忘れて、趣味とか遊びに没頭すること。これが片足突っ込んだ人には難しいんだけどね。引き続きレポ感謝。ウォーキングは、場所や思考を全く変えた感じにするとか、別の趣味でもやってみたら、体を動かすなら、気合い入れて部屋の掃除するだけでも、いい気分転換になるよ。まあ、でも聖なるものでも度が過ぎると良くないかも。一度俗に帰るつもりで、神社仏閣から離れてみては？とりあえず、氏神様にお礼参りをしてきたらどうかな？お酒でもお賽銭でもいいから、心尽くしのお礼を捧げて。おかげさまで無事に過ごせています。引き続きよろしくお願いいたします。とおねだりするといいよ。例えば神様が動いていらっしゃらなかったとしても、お礼を言われることで、本当に動いてくださることもあるそうだし。今日でもお休みが終わるので、思い切って地元で有名な八家見さんのところに行ってきました。一度そういう人に見てもらって、因果を聞いて納得して、それであとはもう忘れようと思ったからです。まとめていたら遅くなってしまいました。書きやすいので、一部会話形式になってるところがあります。八家見さんのところに行ったのは、今日のお昼過ぎでした。到着して部屋に入り、八家見さんは挨拶した後に、〇〇町の〇〇神社のことだね。といきなり聞いてきました。事前に詳しい事情は話していません。アポ取るときには、
悪い夢を見るので何とかしてほしい、と話しただけだったので驚きました。あんたの後ろに、そこの神様が見えるよ。でも、それだけだね。あんた、もうちゃんと力のある神様におすがりしたでしょ。対処が早くて助かったね。と言いました。そして、あんたはどうしたいの？と言ったので、私は、これが自分の思い込みだったら、それがなくなってほしいし、もし何かが本当に害しようとしているのなら困る。いずれにせよ今の実害は、悪夢を見ているだけだけれど、それがなくなってほしい、忘れたいです。と話しました。すると、ハッケミさんは、これも時代かねえ。と、しみじみおっしゃいました。ハッケミさんのお話を箇条書きにすると、私が、これは自分の思い込みかも、と思っていることに加え、氏神神社に行ったので、一番ひどい時期は過ぎている。開かずの神社の神様に、もうそこまで力はない。だから実害もなく夢だけで済んでいる。私に執着しているのは、力のなくなった神様と、荒れた神域に入り込んだ魔物が、両方が混ざり合ったもの。神様は魔物を退治しようとした結果、神様が取り込んで混ざった。神様は私を巻き込まないように、魔物は私を取り込むように、それぞれ動いているので、二面性を持っているように見える。しかし、神様も忘れ去られて寂しいので、徐々に私を神社に近づける方向に向かっていた、いわば狂気と正気が混ざり合った状態。普段、神社が穏やかに見えるのは、普段は正気の面が出ているから、見込んだ相手を乱暴に扱ったら、逃げられてしまうので、普段はなるべく穏やかにしている。しかし夢では魔物の面が出てしまって、覆い隠せなかった、氏神神社に行ったことで多少落ち着いて、脅すのではなく正攻法で誘おうとしている。私は夢で見やすいタイプなので、これに限らず、変な夢を見た時は気をつけろと言われました。私が蛇が好きなので、悪霊は今は蛇の形をとっている。そこの神様も蛇も、どちらも情が深いので、見込まれたら長引くことは覚悟しなさい。昔だったら、神様の嫁になる人だと言って、修行に生かされてた、一人でも信じる人や巫女がいれば、神様としてはやっていける、その相手として見込まれたんだろう。で、あんたは巫女になる気はある？神様の妻になる気はある？ありません。即答しました。いくら元神様でも、夢とはいえ棺桶に突っ込んでくれた相手なんて絶対無理です。それに、そういうこともあるのかもしれないけど、今の話を伺っても正直、何かの小説かと思いました。あんたはそれでいいんだよ。神社は時代の流れだから、あんたにはもうどうしようもないし、そういうしっかりした気持ちが、あんたを助ける。正気の時の神様はね、あんたに、時々姿を見せてくれるだけでいい、とおっしゃってるよ。神様だって悪気があったわけじゃない。久しぶりにあんたが来てくれて嬉しかったんだよ。でも、神社の中に入るのはよした方がいいね。あんまり近づくと神様もお辛いよ。諦めようとなさってるんだからね。近くに住んでや、どうしたって前を通ることはあるだろうから、それだけで十分じゃないかね。長引くだろうけど気をしっかり持って、なるべく気にかけすぎないように、辛かったら神社の前を徹底的に避けてもいい、とハッケミさんは言ってくれました。悪夢の方は、氏神神社のお守りで十分だそうです。そのせいか権量は思ったより高くはありませんでした。あとは、行ける時でいいから氏神神社に参るようにしろと。しばらくはウォーキングコースを変えて、前を通ることがあっても、絶対に神社には入らないようにして、神社は地域の主要道路沿いにあるんです。徐々にでも忘れていきたいと思います。ハッケミさんに、神社はもうどうしようもない、と言われて随分気が楽になりました。長くなってしまいましたが、これで全てが解決したと思います。皆さん、アドバイスをいろいろありがとうございました。お地蔵さんや小さな祠や供養塔を見かけると、お参りしてしまう癖がある。それって危険なことだったんだね。勉強になった。無事解決したようでよかったです。話は以上となります。気になったことがあれば、コメントをお願いします。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。